はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日は僕が今年一番と言いますか、今2023年の12月末ということで、僕の中では2023年最後の大イベントですね。僕がですね、動画でも何度もお世話になっておりまして、大好きとね明言しております裏武蔵屋さんという家系ラーメン屋さんがですね、2号店をオープンするということで、今日はですね12月17日プレオープンの日なんですけれども、ありがたいことにですね撮影等々でこのプレオープンにお邪魔させていただきます。でもうねちょっとお客様がいるのであんまり映せないんですけれども、こちらがですねラーメンのらり屋さんということで、燻製チャーシューをメインとした家系ラーメン屋さんとなっておりまして、今日はねプレオープンということで、いつもとは違う、まあ大食いではなくてしっかりと一杯を味わわせていただく、そんな動画になるんですけれども、2号店となりますラーメンのらり屋さん、今日はしっかりと皆様に紹介できればと思います。でですね、こちらののらり屋さん来店される場合の注意事項がいくつかあるので、僕の動画の方であらかじめご紹介できればと思います。こののらり屋さんはですね、専用の駐車場がありません。ただ周辺の方にはねコインパーキングが複数ございますので、車でご来店の際はそちらをご利用ください。真横にねセブンイレブンさんあるんですけれども、ここ無断駐車してしまうと、もしかしたらね営業できなくなってしまう、そんな場合もあるので絶対にやめてください。で来店の際はですね、先に食券を買うのではなくて、従業員さんのお声掛けがあってから食券を買う制度となっておりますので、混んでる際にでもですねこう焦らずにゆっくりと列に並んでいただければと思います。そしたらそろそろ本日ねプレオープンの時間となりますので、早速お店店内に入りまして美味しいラーメン食べていこうと思います。ということでですね、ただいまこちらのらり屋さんの店内に入っております。先ほどですねプレオープンの営業が始まりまして、もう速攻カウンター席すべて満席でございます。裏武蔵屋さんファンの方はもちろん、家系ファンはね本当に待望の新店だと思います。でそんなこんなお話ししてる間にですね、本日このラーメンが到着しました。今回はもちろんプレオープンということで、この通常のラーメンのみの販売でございます。で味玉もしくは海苔のトッピングとなっておりまして、1杯目はこの味玉をいただきました。そしたらこちら僕の大好きなラーメンですね、早速いただきます。今日はですね、いろいろとオーナーさんのお話を聞いて、この撮影に伴った準備のためにですね、5時オープンだったんですけれども、2時間半前の2時半からお店に来ておりまして、このねいい香りがする店内の中でずっと待っていた後なので、待望の一杯ですね。うまっ。あーちょっと、あーこれダメですね、ちょっと止まらないかも。うん、あうまっ。ちょっとなんかいろいろお話しする前にもう麺いっちゃっていいですか。またスープだけで飲んだ時とこの麺と一緒にすすった時、香り絶対変わりますんで、ちょっといきますよ。去年今年とこの1号店本店さんとなる裏武蔵屋さんが大好きすぎて、撮影でも撮影外でも何回も通ってるんですけど、こっちも通うな。これベースの美味しさっていうのかな、これはもう本当に同じレベルで超美味しい一杯なんですけど、ただねやっぱりこの燻製チャーシューをメインとした家系ラーメンになっているので、そこに合わせていろいろとねスープであったりとか、このタレ返しの部分も研究に研究を重ねた一杯になっているらしくて、この一杯は裏武蔵屋さんでは食べれないし、裏武蔵屋さんのラーメンはこっちではいただけないし、これ都度悩むね、どっち行くか。勝利。せっかくチャーシューも2枚入ってるんでね、麺とチャーシュー絡めさせていただいて、うまっ。あー燻製うまっ。やっぱりここの燻製とんでもなくうまいですね。食感しかり、お肉の味しかり、燻製の香りしかり、パーフェクト。そしたらちょっと贅沢に海苔とほうれん草でね、
かくプレオープンですんで、いろいろと皆さんに味お伝えしようと思ったんですけど、止まんない、うますぎる。うわ、ということでこちら一杯ごちそうさまでした。やっぱりですね、燻製チャーシューになりますと、この香ばしさっていう部分ですかね、香りがすごく強くなるので、骨についているお肉の旨味ですとか鶏の甘み、そういった部分がグッと凝縮されてまして、香ばしさと甘みのバランスっていうのかな、そこがものすごくいいですね。営業を始めてね、お客さんが回ってきて回ってきて、やっとね味が安定するものだと思うんですけど、もうこのプレオープンからバッチリ決まってますね。やっぱり家系ラーメン屋さんっていわゆる職人さんらしいお店さん作りっていうのかな、そういった店舗が多いので、ラーメン慣れてない方はね結構入りにくいよっていう方も多いと思うんですけども、のらり屋さんに関しては本当に店内の内装もとてもおしゃれでして、テーブル席もあったりと、慣れてない方でも楽しめるラーメン屋さんとなっておりますので、ぜひご来店ください。ありがとうございます。いただきます。ということでですね、本日こちら2杯目到着しました。先ほどはね味玉入りだったんですけれども、2杯目にいただきますのはこちら海苔増しでございますね。海苔を増したらライスも欲しいということで、2杯目はこれご飯とともにいただきます。あーうまっ。早速贅沢にね、海苔とライスいっちゃいますか。相性よ、とんでもないですよ。でこのね、のらり屋さんの海苔なんですけれども、こだわった海苔を使われてまして、香りとかがね段違いなんですよ。うん、うまい。こんだけ僕も家系ラーメンって動画でも動画外でも食べ歩きましたけれども、かなりねダントツで海苔がとにかく美味しいお店なんですよ。ここに来たら絶対皆様も海苔増しをしていただいて、この麺とくるんでね一緒に食べてもらいたいです。勝手に入るか、びっくりしちゃう。まだねちょっとカメラ回して20分弱なんですよ。あーもっと食いたいな。ごちそうさまということで、本日はですね2023年12月17日プレオープン、千葉の大人気店であります裏武蔵屋さんの新2号店のらり屋さんですね、美味しいラーメン堪能してきました。とにかく幸せ。僕自身も、まあ、どちらの店舗もですね自宅から1時間ほどかかりますんで、頻繁にね通える距離の店舗さんではないので、
今後ですね、毎回どちらの方に行くか悩んでしまうぐらいですね、プレーオープンからですね、完成度の高すぎる一杯に仕上がっておりました。今後ですね、おそらく営業が始まっていくと、さらにこの味が洗練されていって完成度の高い一杯になると思いますので、AK 好きな方だけではなくてですね、ラーメン好きな方はもう皆さん絶対にこのノラリアさんのラーメン食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。